れで寝てまた夢見るね、ぽいね。もうやだ、もう萌香ちゃんの番ですよ。私もういいよ。日に日に怖さが。最終日萌香ちゃんだ。4日だっけ。いや、多分何個ぐらいまであったはず。一体いつまで続くの。もういや、人形なんて顔じゃなかった。そんなこと言ってもしょうがないもんね。さあ早く調べてこの夢から覚めないと。どうすんのどうすんの。行くんだ行くんだ、これで来るよ、わーって来るから。どうすんのどうすんの。行けよ。無理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 。あれだよ、ここ、あの予告のやつ、予告のやつ。無理もう、うるさい、早く。よかった。ずっと目つぶして何起きたか分かってないか。ごめんなさい。もう本当に。あのね、まあ、さっきも言ったけど、一本指でやって、一本指で。そん時の私はもう無理無理ですと。分かるけどな。分かる？分かるでしょ。あ、なんか名刺置いてったよ。本当だ。律儀だねこの子は。大人だね。名刺を拾って。拾える？拾える？じゃあちょっとここに置いときますんでって。あ、妻への手紙を入手した。見てみましょう。見て、精神めっちゃ削られた。そらそうだよ。まあね。あ、来た。ユミヘ、この頃帰りが遅くなったり出張が続いてしまい、なかなか話す時間ができなくてすまない。子供たちのこともお前に任せっきりで本当に申し訳ないと思っている。うん、育児と家事の両方をこなすのは大変だろ、うん、俺ももう少し手伝えたらいいのだが、うん、ところで一つ気になったのだが、今日出張から帰ってくると子供の姿が見当たらない、うん、マナと大輔二人ともだ。ペットの花に限っては最近全く見かけない。どうなっているんだ。こんなことを聞くのはあれなんだが、まさかお前が何かやったんじゃないだろうな。子供たちから最近お前の様子がおかしいと聞いていた。お前を起こしても目を覚ましてくれず、俺は明日も早いので、まあこの件は明日帰って聞いてからじっくり話を聞かせてくれ。マサヤ、ちょっと鈍感すぎない？ね、ドアホだよ女も。いい人だろうけどね。うん、泣きそう。もう大丈夫でしょ、はあ、さあもうピンポンピンポンピンポン来たから、まあしばらく来ないと信じて行きましょう。レッツラゴーゴーゴー、ね、お、いいね、やった、ありがとう。お腹空き始めちゃったんだけど、どうしよう。こういうゲームでお腹減るってもうちょっとやばいよな。やばいよそれ。ちょっとダメだよ。うわ、来たね。でもここ2階ないんだね、平屋というかね。さあ、まあ子供部屋かな。とりあえず端からやっぱ探索していくのがいい。あ、そう、うん、こっち行くんじゃないかなって。いや子供部屋からでいいと思う。いや、ここもビビリポイントですから、あと1回半分切ったら極力体力は回復していこう。そうだね、うん、多分エッカちゃんまた次消すと思うから、あれをタスクを消すと思うから。てかこれはあれなんだね、セーブしなくてもやっぱりやってくれるんですね、うん、嬉しいです、ありがとうございます。うん、なんもない。ないね、今回はなんもない。ベビーベッドもなさそうだしね。はい、あ、そういえば私、何、あ、超普通の話していい、うん、またフルハウスをね一から見てるの。すごいいいよみんな。なんかね、いつかの動画のコメントにフルハウスのミシェルっていう一番ちっちゃい子、ね、ちっちゃい子がね、いるね、がなんだっけ、双子だ、ダダララダダララララみたいな感じで、うん、なんかお引越しだお引越しだみたいなセリフがあるのよ。それをなんかコメントに書いてる人がいて、え、この人私の生活見てんのかなと思って、ちょっとびっくりしちゃった話。あれはねちょっと感動したよ。ミシェルって双子だったよね。あ、そう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 、あれオルセン姉妹っつうの、姉妹、フルハウスの中では別に双子、あ、双子じゃないし、 あれ、あ、バールバールバールか、持ってるのかな、買った、いいね。できない、買った、さっき装備してなかったっけ、してたか、あと何だった、できない、いやフルハウスいいよマジで。もうずっとフルハウスの話しといてほしい、本当に、うん、
なんかで、そうでフラーハウスも最近見てるのよ。おあ、ロッピー、ロッピーじゃねえか、フロッピーかと思った。あ、お、ほこりのかぶった本に色鮮やかな、あ、これ撮るんじゃない？うん、撮れない、戻ろう。うわ、てか日本人形のやばくわ、撮れなかった、怖いね。うわ、何事、やだやだ、怖い。なんか何の話してほしいの？なフルハウス、フルハウスフルハウスみんなちゃんと見てる？シーズン8まであるんだよあれって。実はあ、そんなあるっけ。そう、そんなにあるんだよびっくりした、何事何事、もうびっくりドンキー、やめてちょうだいもう怖い、ほっと、これ下引いとかないと私もう放り投げるね。持ってきててよかった本当に。開いた、もう一回タップすると。何の話するか忘れちゃった。フルハウス、なんでこれはただ下手くそなだけだと思うオッケー。でもこのままエッカちゃん行こうよ、ラストまで。うわ、開いてるんだけど、食堂、食堂って言わねえか、食堂、リビング、リビング、え、そうね、ここ空いてるよ。もういい、行こう。うわ、ちょっとマジお腹空いたんだけど、もう無理。でもエッカちゃんできてる、できてる、フラグを開始だ。錆びた金庫ね、もういい。あ、でもちゃんとできてるよ、大丈夫だよ、怖がってない。反応しない、うん、ね、反応しなくなるよねなんかたまにね。大丈夫大丈夫、これね、多分ね、そのうち暗くなってたじゃん今、うん、あれでね、一回ね、人の顔がねって挟まれる時があると思う。いきなり人の顔がバーンって出る。もうそれさ、嫌なんだよ。一番さ困るよね、うん、一番嫌だ。あ、なんかありそう、顔のないこけし。ライティングしろってこと、書けってこと、それライティングじゃねえわ、書けってこと、ペンを用意しろってこと、うん、何事？てかさ、父ちゃんマジでいい加減にしてくれよ。あ、飽きそうじゃなくのか、開かない。あ、なんか減った、開かない。キッチン見てみるかお腹空いたし、うんとりあえずこれだよね、鍵って、うん、ダイヤルね。あ、これさ、アイテム持ってるからとかじゃないよね、なわけないよね、うん、それかあのバールの方にするとか。ああ、やってみる。バールで、だからカセットで、なんか眠くなっちゃったなよし、開かないね、開かないか、頑張ろう頑張ろう。ライターとかどこで手に入れたっけ。ここでライター手に入れたね確か。もうライターないとおかしいよね。ないね、うん、お、鼻、うーわ、はい、エッカちゃんこういうの得意じゃん。何これ、当てちゃうやつ春夏秋冬。あ、おあれじゃない、ん、壁紙じゃなくてさ、なんかイラストあったじゃん、いつも。あ、最初は秋だっけ。そうだね、で次夏だと思う。どこで見たこれ、お皿、どこで見た、あ、下か、これだ。最初なんだっけな、私こういきなり当てるの得意なんだけど。あ、広告うまいね、この広告冷蔵庫光ってる、光ってない、光ってないか、うん、やっぱあれ壁紙か、壁紙だね。あ、どうしよう、最初から見てった方がいいよね。でも最初さ、なんかこれある、ここ、あ、ちょっと見てみよう。うわ、何これ、ええ、な、はい、いやだ、これ来るけど、来ると思う。エカちゃん、私やるね、ここ。はい、あ、なんだ、広告かい。あ、え、どういうこと、え、しよう、これ、うん、ただの広告な。あ、病院ってあれだよ、無栄で病院じゃん。そういうことか、うまっ、なるほどね、うまいわ、うまいわ、考えられてるわ。
最初から見るよね、イラスト。わかんない、それがその考えで合ってるのかがわからないからな。でも他にさ、まあでもヒント的なものないよね。いや私もうそろそろ来ると思うんだよね。もうそういう心の準備してるから私もう全然怖くないと思う。え、でもエッカちゃんの声でビビりそう。ここ夏でしょ。待ってね、最初のとこから見るよ。春夏秋冬だよね多分。これな、秋じゃない、秋じゃない最初。なんて話すの、見れない。もうちょっと下がってからなのかな。ああ秋でしょ、秋。もうあとは秋すっぽうとか言ってダメだよね。夏っぽくない、春かな、春か。見れない、もうちょっと上。はい、へえ、何、春ですかね。すごい、ハーハー。私もう小川さんがタイミングよくいれば小川さんのハーハーかと思っちゃった。何だハーハー。私ね左から聞こえたよ。タップできない、もうちょっと離れて上か、そうそう、これ見ればいい。タップできない、できない。春か、春だよね、春っぽく。春のフラーラー隅田川。よし、そのぐらいしておきましょう。そうですね。これもそうか、あるんだ。これはあれでしょ。あ、上にある。もう、あ、でもこれ、これ関係ねえな。え、奥行く、奥はないんだよね、奥に。だからちょっともう一回あの鼻のとこ行こう。あの、行く、あ、そうそうそう、はい、そこでちょっと春、秋春でもさ、どういう順番で秋かとかわかんなくない。とりあえずでも玄関からなのかな、秋春。上が秋ってこと、うん、わかんないけど春、まあこう当てつめっちゃハハしてるやん、おじさん、やめてや。じゃあ2個目を秋にする。あ、じゃあ、あの桜の、そうそう、じゃあね、そう、じゃあね、ひまわり。あ、ひまわり、当てずっぽうしかないよね。いやこれさ、もしフラグ回収ないとダメなのかな。それか、あ、そこから秋にして、うん、ね、こうで桜、なんだろう、うん、違うね、どこにする、なんだこの当てずっぽう。やっちゃいけねえだろ、解くか、ないわ、謎は解こう。なんだろう、なんか赤いこれがないってことはやっぱあの部屋の中に 入んないといけないんだね、ここ、ここ、うん、このなんだっけ、あのさっき開いてたとこ、一番最初右だね。どこだっけ、ここ、そう、そこ、なんかどんどん探していかないとダメそうね。ケジ君、ね、めっちゃトイレに行きたいんだけど、どうしよう。あ、じゃあトイレ行っちゃってもらっていいんじゃないですか。じゃあちょっと私ダメ、なんでもうなんでダメ、そんな絶対ダメ。だって何かのタイミングに漏らしてもね、ね、ちょっとね、いや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 、私が漏らすじゃん。そしたらその漏らしたあれね、椅子とか全部視聴者プレゼントです。なんで私は視聴者プレゼントです。パワハラだよこれ、パワハラだって。待って、何個ぐらいコメント来るかな。私もだいぶそれ来たらだいぶやべえやつだったと思うよ。私はなんもない、ね、ちょっとな、ちょっと4日目で1回終えましょうか。そうですね、1回、はい、じゃあ一旦ストップ。わらわら、よっしゃ。みーこさん、はい、今日も面白いアプリでしたね。そうね、途中で終わっちゃったから。これでも意外と4日目まで私はなかなかね、ビビリのお二人でサクサクいって気がするから。いや頑張った頑張った、これは7日まであるのかな、はい、続きやりますよ、うん、7日なのかちょっとまだあので配信ばっか配信されて間もないので、うん、情報があまりないのであれなんですが、うん、
やりたいと思います、はい、こちらのアプリですね、調べるとザイザックさん、Android も、iOS も両方とも配信されていまして、皆さんやれると思うので、無料でやれるのでぜひぜひやってみてください、はい、ぜひとりあえず私たちの次の問題は、うん、春夏秋冬、そうだよ、ね、どこにあのネジだ、ね、あのネジの謎を解くっていうのが私たちの問題です。そうだ、当てずっぽだったから、はい、そうそうということで、うん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、学校とか仕事とか行ってらっしゃーい。チャンネル登録も、あとチャンネル登録、チャンネル登録よろしく。忘れた、 YouTube はあっちあっち下もあるよ、あるよ、ニコ生もよろしくね。バイバイ。完全に忘れてた